ZOZO ゴルフスポナビゴルフ in 宮崎アイアンです。自分の手みたいになってるなって思います。あ、なるほど。これめっちゃおすすめです。で、アイアンです。5番アイアンですね。5番アイアンからピッチングまで、ピッチングまでです、はい。ちなみにこれは今年入れました。あ、本当だ。 DCB ですね、新しい、はい。これ新しいエペックス3タイプあったと思うんですけど、プロと、普通のエペックスと DCB と。でそれで DCB を選んだ理由はあるんですか？めっちゃ簡単でした。お、これは本当におすすめです、うん。もうロングアイアンって思わないと思います。ユーティリティが嫌いな人、はい、ウッドが嫌いな人は、うん、これ5番以上の4番とかもあるので、はいはい、簡単に打てるというか、うん、球上がりますよね、この DCB は、ね、めっちゃ上がるんですよ。上がりますよね、はい。上田さんの中でね、こうアイアンは何番から使いたいなとかってあるんですか？やっぱ理想は5番とか入ってるとパワー系って感じですよね、うんうん。はい、パワー系でいたい、パワー系でいたい願望はあります、はい。けどこのアイアンは全くパワー系じゃないです、はい。あ、全然これ球上がってくれるから、はい、なので見せかけパワー系に見えると思いますそんなにパワーないですけど、はいはい、5番アイアンを入れてることでパワー系に見えるので、はい、はい、了解です。でこれはダイナミックゴールドなんですよ、シャフトが、はい、95の S200、はい、でもやっぱ S200 なんですね、しっかりしてます。そうなんですか、はい。ここめっちゃ削ってあるんですよ。あ、そうなんですかこれ多分、あ、そうです、こだわり、でも全部そうですね、こだわりだと思います。プロはやっぱラフからでもコントロールしないといけないので、はい、やっぱりラフの抜けが良くなるようにっていうので全クラブここを落としてもらっています。はいはいはい。6番からピッチングは同じセットですね。はい、同じですね。で、はい、シャフトは NS プロの950、はい、SR です、はい。ちょっと出させてもらってるんです。どうぞ、はい。こちらは APEX のちょっと古いやつ、2016年、はい、モデルですね。これはやっぱ変えれない、気に入ってて変えれないこの良さはどの辺ですか？開幕から4戦ぐらいは新しいアイアンだったんですけど、うんうん、はい、で打感も良くて、はい、柔らかくて好きだったんですけど、うんうん、はい、やっぱこれがなんとなく音、うん、打感、はい、スピン量、はい、球のつかまり、はい、顔、はい、この5個が、はい、やっぱりなかなかマッチするイメージと合うものが少ないですかね。プロはこの2016の方がなんかしっくりきた感じ。今のアイアン多分良すぎてスピン入りすぎるとか、うん、良すぎて飛んじゃうとか、はい、飛んじゃうとか、はい、そういうのいらないっていう、はい、本当に自分のイメージとマッチすればいいっていう感じなので、それがやっぱ自分の手みたいになってるなって思います。あ、なるほど、はい。これもがっつり遠先削ってあります。ウェッジ単品ですね、はい、3本、はい、50、54、60です。おー、このロフトピッチとかセッティングは結構変わる方ですか、はい、変わらない方ですか？変わらないです。変わらないですか、はい。おー、じゃあこのセッティングでもうずっと長年って感じですか、はい。そうですね、アメリカに行った2年目から、はい、うん、当時アニカのキャディをしてた、はい、テリーっていうキャディさんが、はい、アニカはまあ、ピッチングもだいたいウェッジってカウントするので、うん、はい、まあ、4本、うん、ピッチングから4本入れてて、はい、10ヤード刻みで、はい、距離を打ち分けられる方がスコアアップにつながるよっていうところで、その当時は9番ウッドとか11番ウッドも入れてたんですけど、はい、上をちょっと薄くして、うん、下を厚くして、はい、10年ぐらい経ちますかね。4度ピッチでだいたい距離の内訳で言うとこれ75、はい、90、うん、105、105ぐらい、はい、うん。こだわりはありますか？はい、ローバンスな方だと思います、はい。で、はい、ここを絶対に落としてもらいます、ヒール側、はい。これでも最新版ですね、はい、これ新しく入れました、はい、上手、高自動、これめっちゃおすすめですちなみにもう私がおすすめしますっていうものは、はい、本当にメーカーさん側の推しとかじゃないんで、はいはいはい、本当のおすすめです、はい。スピンかけたい人は絶対これを使った方がいい。あ、上手って
芝噛むから上手なんですけど、その通り、はいはい、このフォージドのウェッジだいぶ古いんですよ、はい、これも多分10年弱ぐらいずっとこれで、これ台代わりはしてます、台代わりしてますですよね。でも比較的60度はまあちょこちょこ変えるんですけど、はい、うんうん、これはもう3年ぐらい変えてないと思います。なるほど、はい、りょうくんと私はもうずっとこれを愛してて、はい、うん、ずっと変えれなかったんですけど、りょうくんの方から、はい、もこちゃん絶対今年のウェッジ使えるよって言われて、はい、来たよみたいなこと言われて、りょうくん変えたんだったら本当に使えるんじゃないかなと思って使ってみたら、もう本当にすぐ、うん、あ、もうサブも用意してくださいっていうぐらいすごいって、なるほど。キャロウェイの特徴って溝がすごく細くて、はい、細いですね。こっからここまで全部あるんですよ、はい、これフルスコアライン市販あったかどうかは分かんないですあれそういうことですかけど溝自体は一緒だと思うんで、はいはい、これね、ツアーバージョンっていうのと2つ売ってます、今市販だと。パターはこれもまあ比較的長いですかね。ホワイトライズ、ホワイトライズ、あ、今知りました名前ね、はい、IX、はい、これはとりあえずカメラに見せとけばいいと思う、はい、はい、こういうブレードの、はいはい、あ、でもこれちょっとあれですね、ネックがクランクネックというよりは若干ショートスラントっぽい感じのネックですね。ありません選ぶ時のポイントってあります？顔です。顔構えた時、はい、向きやすいとか、はい、どこ向いてるか分かりやすい顔が好きなんですけど、はい、これって多分普通のピンパターよりはちょっとワイドめなんですよ。そうですね、はいはい、なのでまあピンパターが好きなんですけど、ちょっと安定感というか、はい、ヘッドの安定性を持たせてやる方なのかなと思ってこれを選んでますね。この白いカラーリングとかも特徴なんですけど、はい、こういうのそんなに気になったりとかは意識はないんですか？ないです。あ、じゃあ見てるのはここが結構見るポイントですか？そうですね、はい、マレット使ってみたりとかはあるんですか？結構今年はパター変えてて、はい、マレットも使いましたね。あの女子オープンの時まで使いましたかね、はい、へー、はい、あとオデッセイというとこの、はい、ストロークラボのシャフトが特徴的なんですけど、はい、これはどんな感じですか？違和感なくというか、むしろ振りやすい感じですか？はい、違和感なかったです、はい、でもこれだけプロが使ってるってことはいいシャフトなんでしょうね、このバランスと思います、はい、なんか振り遅れずにこう打てるなっていう感じはします。はい、分かりました、はい、また新作キャロウェイからも出ると思うんですけれども、はい、そうですね、だいたい例年、まあ、オフの時に新製品仕出して選ぶみたいな感じですよね、流れとして、ね、そうですね、はい、特にこの今ユーティリティあったんですけど、はい、あの新しいユーティリティがすごい良くって、うん、あ、もう試しているんですね、はい、すごくおすすめです。わかりました、はい、じゃあぜひ皆さんその辺も楽しみに、はいはい、見てもらえればと思います、はい、ちなみにですね、はい、全然関係ない話なんですけど、はい、今日履いてるパンツがすごい可愛いんですけど、これですね、可愛いですよね、はいはい、ウェアは結構大会カラーに合わせることが多いです。なるほどなるほど、はい、ちなみに最終戦リコーだとどんな感じでした？赤だったんですよ、はいはい、で一応赤のパンツを履いたんですけど、はい、ちょっとしくじったなと思っておりますなんでですか？いや、あの赤いブレザーなので、はい、あの赤いブレザーに合うコーディネートをしたかったんですけど、はい、なんか大会カラーが赤だったので、はい、パンツを赤を履いてしまって、はい、ブレザーをもし着るとしたら赤赤になるので、はい、合わなかったなと思って大会カラーを意識しすぎてしまったなと思いました、はいはい、基本はそういう大会カラーも意識してるらしいので、はい、なんかその辺も注目してみるとツアー面白いかもしれないです。はい、はいはい、今回はすみません、長々、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ももこプロのクラブセッティングの紹介でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。